黒トカゲ、黒トカゲ、黒トカゲは、江戸川乱歩の長編探偵小説。および、作中に登場する、女性盗賊の俗称。小説は1934年、昭和9年、月刊誌、日の出1月号から12月号に連載された。宝石刀、美しいものを狙う美貌の女族、黒トカゲと名探偵、明智小五郎が対決するトリッキーでアクロバティックな、 冒険物語である。帝都東京の暗黒街の一角、クリスマスイブのパーティーで、一座からあがめられる黒子の夫人がいた。求めに応じて、全裸で宝石踊りを舞う美貌の彼女の左腕には、黒いトカゲの入れ墨があった。その晩、恋人と恋敵を殺して、非語を求めてきた青年、甘宮純一を死亡偽装させ、山川賢作の名を与えて、 忠実な部下に加えた、彼女、黒トカゲは、軽ホテルに滞在中の大阪の富豪、岩瀬昌衛の霊場、サナイを誘拐するために、勇敢マダム、緑川夫人の名で、岩瀬老人に近づいた。だが、岩瀬は相次ぐ警告文をもとに、素人探偵、明智小五郎に依頼して、その身辺警護に当たらせていた。サナイの誘拐の可否について、 明智に賭けを挑んだ緑川夫人こと黒トカゲは、変装して山川となった純一と共にまんまと、サナエをさらって見せたかに見えたが、明智の基地の前にいっぱい地にまみれ、かろうじて逃亡。明智と岩瀬は、大阪南部の岩瀬の自宅でサナエをかくまうが、部屋の長椅子に仕込んだ黒トカゲの人間椅子のトリックで、サナエはついに誘拐されてしまう。黒トカゲは、サナエとダイヤモンド、 エジプトの星の交換を言わせに要求。通天格闘場でダイヤの受け渡しを持ちかける。変装した明智は黒トカゲの裏をかいて、賊を追跡。黒トカゲは自家用の蒸気船で東京まで逃亡を図る。船に乗り込んだ明智は黒トカゲとの虚虚実実の駆け引きの末、隠れていたチョイスモロトモカイに投げ込まれてしまう。好敵主明智を失い、 サナイと二人で劇場に任せ号泣するクロトカゲ。東京湾の埋め立て地の配送庫の地下にクロトカゲのアジトはあった。誘拐したサナイに誇らしげに宝石をはじめとする収集した美術品の陳列を披露するクロトカゲ。さらに二族はサナイに恐るべきコレクションを見せる。それは白製化された全裸の人間の陳列。さらには檻の中に閉じ込められた全裸の美青年。 人間を放り込む大水槽だった。そう、黒トカゲは若く美しい男女を誘拐しては殺害し、白星としてきたのだ。黒トカゲはサナエをその陳列に加えるつもりであると残忍に言い放つ。果たしてサナエの運命は、そして名探偵、明智心は本当に死んでしまったのか。江戸川乱歩の明智者の一編。本文で如族くの名は書室では黒トカゲだが、 後の出版で、乱歩が黒トカゲと改めている。作品の端々に、乱歩が本文としている、エログロの思考が凝らさ。また、自中自回で、黒トカゲは、戦前の私の多くの通俗連載長編の一つで、私の小説では、唯一の俗ものである。美しい如俗と、明智小五郎との、恐ろしく、トリッキーでアクロバティックな棒物語だが、この二人、 追う者と追われる者の,の、仇同士が愛情を感じ合うと解説している。本作執筆前の1932年、昭和7年から1933年、昭和8年にかけては、推理小説家、江戸川乱歩にとって、スランプの時期であり、創作の方向性に迷って、ほぼ休筆状態にあった。執筆前年は、幼虫を一本連載したものの、 同時期に連載開始した悪霊は結局3回で中断してしまった。このスランプの大きな要因は、ランポが本来目指していた本格推理者が思ったよ、反響がなく、一寸法師や雲男といった変革者、いわゆる通俗スリラーに大衆の支持が絶大に集まったことだった。この黒トカゲは大ヒットした幼虫に続き、ランポが 出版社の要望に応じて書いた変革もの、通俗スリラーであり、連載同年5月には、同志向の人間表を連載開始している。乱歩にとっては、本意ではなかった通俗スリラーの本作であるが、連載開始されると大反響となり、たちまち乱歩の代表作の一つとなった。作中では、ある小説家の作品として乱歩自身の代表作で、ある、 人間椅子の言及があり、実際に椅子を使ったトリックによる誘拐劇が取り入れられている。どれも原作の戦前ではなく、各作品当時の現代に舞台を変えている。ランポ・アール第四話、黒トカゲ2004世紀、末見少年ランドなどは、三代目、明智小五郎を登場させていて、むしろパロディーになっている。 黒トカゲは1962年3月14日に公開された。来栄東京監督は井上梅治102分。黒トカゲは1968年8月14日に公開された。松竹大船監督は深作金次。86分。黒トカゲは劇作家によって劇曲家も行われている。有名なものとしては、 三島幸夫による2曲が挙げられ、これは1961年、昭和36年、雑誌、婦人画報12月号に初掲載され、1969年、昭和44年5月に牧羊者より、単行本刊行された。初演は1962年、昭和37年3月に 3K ホールで、黒トカゲを、初代、水谷八重子、明智を、 芥川博士で上演された。乱歩の自中次回によると、三島は子供の頃から本作の愛読者で、当初、小牧正秀舞踊団のための劇化を打診され、乱歩も承諾していたが中止となった。その後、演劇プロデューサーの吉田文子のために書き下ろしたのが、三島版黒トカゲであり、乱歩はこの劇曲を江戸川乱歩原作による三島幸男作としている。 三島の台本を読んだ乱歩は、なるほど、こうすれば奇抜な面白い劇になるなと感じられるような、ものであったと述べ、宣伝ビーラに、私も上演を待ちかねていると書いている。最後の黒トカゲの死の場面に、三島の美学が凝縮されている。三島は劇曲化するにあたり、女族黒トカゲと、明智小五郎との恋愛を前景に押し出して、劇の主軸にし、主事の歌舞伎の手法を取り入れながら、 原作の単美主義、デカダンスを強調して、敵境触れ外劇に仕立てたと説明している。三島版、黒トカゲは、多数の団体により幾度も舞台上演され、多くの演出家が手掛けており、女盗賊、黒トカゲ役もまた多くの名優たちによって演じられてきた。戯曲では、天宮淳一と桜山陽子のように、乱歩の原作にはない恋愛模様が描かれている。 原作では東京に始まり、大阪へと舞台が移るが、三島による擬曲版では逆で、エジプトの星の受け渡し場所も東京タワーに変更されている。舞台作品における黒トカゲといえば、三輪明宏の代表作で、丸山明宏時代から数十年にわたり幾度も演じている。三輪は主演のみならず、演出、美術、衣装、音楽、人選等も、 自ら手がけている。近年は、三島以外に、橋本治による、擬曲家もある。歌舞伎の割り台詞の技巧を取り入れ、明智と黒と影が交互に台詞を重ねた後、でも、最後の勝利は、私のものと声を揃えるくだりは、非常に有名で、三島擬曲をクレジットしていないテレビ映画、1979年版などにも流用されることがある。 2017年の劇団新パ公演は、江戸川乱歩原作を手本に、新破文芸部の斎藤正文が脚色したオリジナル脚本を書き下ろしており、総意点として、歌舞伎の早変わりや暗闘などを取り入れているほか、黒トカゲの狙う宝石の名が、クレオパトラの涙となっている。舞台は、原作同様に東京から始まり、大阪に移る趣考であり、 クレオパトラの涙の受け渡し場所は、通天閣の展望台である。オリジナルの登場人物として、刑事、片桐などが設定されている。前週収録、黒トカゲは二度映画化されているが、いずれも、三島由紀夫の戯曲を原作とした、三島戯曲の映画化である。ランポ、自中次回によると、三島の戯曲上演の前売りの段階から、映画各社から映画化話があり、 吉田文子プロデューサーが大英に決めたミュージカル映画黒トカゲ1962年昭和37年3月14日風切り1時間42分カラー大エスコープ作品公開時のジャックは7つの仮面を持つ黒トカゲと名探偵明智小五郎の一騎打ちである映画黒トカゲ1968年 昭和四十三年八月十四日風切り、一時間二十六分、カラーワイド作品。三島は、この映画のコンビ、深作金次、丸山明弘で、自身のオリジナル映画作品を作ろうと意欲を燃やし、九百六十八年、昭和四十三年に、幻想的なストーリーの原案を書いていた。そして、それをもとに小竹が脚本を作ったが、膨らませ方が、 自分のイメージと違いすぎると三島が申し出たため、そのまま映画化は立ち消えとなった。その三島の原案ストーリーでは、麻薬の取引の話などがあり、時代を先取りしすぎて実現が難しかったのではないかと見られている。三島の原案原稿と、それについて話している三島の肉声テープは、元小竹プロデューサーの小田明が所有していて、1992年、 平成4年に公表された。星印は、明智小五郎役の俳優。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。